文春買ったんですけど、これですかね。ここですね。佐藤健とダブル主演の映画撮影です。で、平手友梨奈さんね。それがお蔵入りじゃないかっていうところですよ。とてつもなく美しく撮ってる間ずっとザーザーしたな。またすぐ撮らせてほしい。いろんなとこで一緒に、ご一緒できたらいいなと。そう惚れ込んだ女優のために監督は大作映画の準備を着々と進めていた。そしてついにクランクインを迎えたっていうのは、監督ってのが蜷川美花さん。で、まあ平手さんはもうご存知のように欅坂のエースで、まあ近いところでは六本木クラス、僕は大好きで見てましたけど、六本木クラスでかなりいい演技をしてましたけどね。そんな平手の魅力に惚れ込んだのが、映画監督の蜷川美花。蜷川さんやっぱこういうタイプが好きらしいっすね。沢尻さんとかね。なんかちょっと危険な、なんですか、不安定な女子が好きらしいです。やろうとしてた映画っていうのが、満を持して次回監督作品の主演に選んだ平手友梨奈。その作品とは、2001年に制作された映画ムーラン・ルージュのリメイク版らしいですね。平手はトップダンサーで高級娼婦でもあるという役。で、元の作品ではニコール・キッドマンが演じてる。すごいですよね。すごい役じゃないですか。ダブル主演となったのは、相手役には佐藤健が選ばれた。若手作家がダンサーに恋をし、最初は冷たくあしらわれるも、誠実な気持ちにほだされて、情熱的な恋に落ちるという内容だそうです。で、配給は松竹ですね。来年の公開予定、なお2023もうすぐですよ。だが周囲が不安視することがある。平手のメンタルの不安定さ。で、蜷川さんはでも大丈夫だって、もうバックアップしたみたいですね。猛獣使いだと。私は猛獣使いと。周囲に語っていたほどで。沢尻を復活された成功体験があるから、今回も自分なら平手友梨奈をうまく使えるという自信があったようだ。しかし、で、8月から撮影が始まったのかな。僕でも、こういう映画が進んでるって知らなかったですよね。多分多くの人知らなかったんじゃないですか。佐藤健くんが。映画を撮ってるのは知ってたけど、長澤まさみさんのやつですよね。長澤まさみさんの撮ってるのは知ってましたけど、そう考えるとものすごいいっぱい走ってんだなと思います。いろんなものが佐藤健くん。だから来年は本当にいっぱい出るんだなっていうところですかね。で、撮影の2日目から突然平手が来なくなった。早いっすね。で、主演のドタキャンで、現場はあれどういうことと。その後もプロデューサー、今日は平手さんが来ますと、事前に告げると、スタッフや役者がスタンバイして待つものの、実際には来ないという日が続いたと。だから全然1日しか来てないってことですよね。これすごいですね。数千人もの規模のダンサーが歌い踊るシーンがあり、そのダンスの練習も平手が姿を現せないためにストップと。そして現場からは不信感が募っている。なぜ来ないのか説明もない。本人からの謝罪の一言もない。ただ、佐藤健だけは来ないんだったらしょうがないっすね、と笑って流していたようですと。そこ僕は健くんっぽいなと思うんですよね。ふーって別に、ああ、それはそれなんじゃないって怒りもしないでね。あとまあ、平手さんと健くんはラジオで共演してますよね。ハーゲンダッツつながり。だから僕はこの映画って、ハーゲンダッツ、スポンサーで入ってんじゃないのかなと思いますね。結構なお金出してんじゃないかなと思いますけどね。そして10月に入って制作サイトが撮影続行は不可能だと判断し撮影を中断すると。プロデューサーはお金も時間も無駄になって頭を抱え、蜷川さんもショックでかなり落ち込んでいると。じゃあなんで平手さんは現場に来なくなったのかっていうと、平手はかなり完璧主義者、さらにプレッシャーを感じやすい性格。今作は彼女にとっても初めてのミュージカル作品で、しかも高級娼婦という難しい役柄である、どう演じていいのか自信がなくなり追い込まれてしまったのでは。でも蜷川さんは絶対に映画を完成させると意気込んでいる。で、制作サイトもかなり費用をかけているので公開まで何とかこぎつけたいという意向は強いと。これどうなんですかね。平手さんって事務所移りましたよね、なんか最近ね。松竹や東宝など大手映画会社が映画を一本にかける予算は1億から2億。この作品は原作のライセンス料もかかり、豪華な舞台セットも必要なため、制作費は数億円に上がるとも言われている。
また売れっ子の佐藤健を含めて蜷川組の一流のスタッフのスケジュールも再び抑え直すのは至難の業。いや、健くんのスケジュールを抑えるのは結構厳しいんじゃないですか。さらにスタッフは平手への不信感が残っていると。でそのまま奥からになる可能性は十分にあるとですね。普通に考えればドタキャンした平手の事務所が負担すべきですと。それも蜷川さんが平手ありきで立ち上げた企画だから、その事務所は日向坂46や桜坂46のマネジメントも担うなど業界内での力が強い。松竹側も相応の負担を強いられるのではないか。いや、これでも佐藤健くんはまあ災難だなと思うけど、でもまあ健くんっぽい感じだなって思います。来ないんだったらしょうがないっすねっていうようなね、ナスがままレッドイトビーみたいなね感じの健くんの感じが僕はぽいぽいと思いましたけど、ただね、もったいないなと思います。これって平手さん確か事務所があれですね、映るんですよね。平手友梨奈が BTS らの所属大手ハイブに移籍するんですよね。でそこからナエコっていうんですか、ネイコか、ネイコっていうレーベルができるんですよね。そこに所属すると。日本本社ハイブジャパンの新法人新レーベルネイコに所属するって。女優やソロアーティストとしてグローバルな活動を見つつ、でも今これだけ揉めてんだったらやばいんじゃないですかね。移籍にあたり平手はこの度ハイブの新レーベルネイコの所属となりました。良い作品を届けられるよういろんなクリエイターの皆様とディスカッションをしながら一つ一つ取り組んでいけたらと思います。よろしくお願いしますと意気込んでいる。大丈夫なんですかね。でもね、揉めててね、この新事務所に移るのがなんかあれがあるんですかね。それも一つの理由があったりとかするんですかね。今の事務所じゃなくてこっちに行くから、ちょっと今もそこら辺のあれが調整が難航してて映画に集中できないとか、なんかわかんないですけど、なんかあったりするんですかね。まあとにかく僕は、佐藤健くんがまだ映画撮ってたんだと思って、いろんなの撮ってんだなって、それ以外にもあったんだなってことは驚きでした。まあそんな感じです。